国道259号、厚見半島の北岸愛知県田原市内港、長国道259号終点愛知県、豊橋市西八丁交差点国道259号は、三重県戸羽市から、伊良湖水道の対岸の愛知県田原市を経由して、豊橋市に至る一般国道である。三重県戸羽市の戸羽港から、 愛知県田原市の伊良五港にかけては国道42号と共に海上区間となっており、伊勢湾フェリーが国道の代わりとなるが道路橋として伊勢湾港道路の計画がある。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び重要な経過値は次の通り、国道259号に相当する道は古来より田原街道と呼ばれていた。 伊勢湾港の海上区間を含めて関東、三河方面と伊勢神宮を最短距離で結ぶ道としてよく利用されていた。戦国時代には赤羽に石書を設け通行税を徴収する時代もあった。もともとは現在の国道42号に相当する太平洋側に道があったが、地殻変動などによって道が 海の中に沈むことがあり、次第に内陸側の道が利用されるようになった。明治時代に入り、厚見半島先端の中山村には、陸軍の司法場が設けられた。見法場は、次第に拡充され、1905年9月には、砲弾の研究のための陸軍技術研究所、イラゴ主権場を開設、1907年には、厚見軍高志村に、 陸軍第10号師団が設置された。対象期に制定された道路法によって国道30号の一部が該当したが、第2次大戦後に制定された新道路法による路線指定では旧国道30号は国道に指定されなかった。田原バイパス、愛知県田原市、梶事町沢今後増加が見込まれる。 田原市と豊橋市間の交通需要に応えられるよう、バイパス道路が整備中であり、一部区間の共用が始められている。イラゴ・トバ間国道交路代わりの伊勢湾フェリー、伊勢湾港となっている。イラゴ水道は、将来佳橋によって、海上区間解消を図る三園伊勢連絡道路の計画を受けて、九百九十三年の政令改正によって、国道四十二号と重複する。 会場区間となった。現状では、愛知県田原市の厚見半島を取ったに位置する、伊良湖港から、三重県鳥羽市の島半島にある、鳥羽港まで航路によって結ばれ、伊勢湾フェリーが就航している。ありがとうございます。